宅建工学パートナーレトスの小野です。本日は皆様が一番ですね、一番かどうか分かんないんですけれども、よく覚えづらいと言われている消滅時効の起算点および履行地帯の起算点、これについて説明します。多くの方がここについて試験で出題されると焦っちゃうんですね。っていうのもちゃんと覚えられていないからなんですけども、なんで今回はこのレトスの通信講座、今はこう無料の動画なんですけども、レトスの通信講座でじゃあ実際どのように教えているのか、効率的な勉強法って言ってるけども、じゃあどんな勉強法なのか、これをこの一つのこのテーマについて説明をしていきたいと思います。で、今回のポイントは3つあります。1つ目がまずイメージ化するですね。2つ目つなげて覚える、つなげるわけです。3つ目、これは別の動画でも話をしているんですけども、付加情報をつけると。この3つ、これをミックスをしてこの1つのテーマについて覚えていきたいと思います。で、初めなんですけども、ちょっとこの図っていうのが、これ初めて見た方だと全くわからないと思うんですけれども、おそらく一度勉強した方はこれ見たら、あのこと言ってるんだなと思うと思います。で、まず A さんが B さんに対して A さんの所有の土地、これをあげるよっていう、贈与契約をしたと。あげるよっていう契約をしました。で、その契約の条件として、内容ですね。内容として、一つ目、5月1日にこの土地引き渡しをするよという契約。これ、確定期限ですね。一つ目。期限が確定されてますよね。5月1日に引き渡すよと言ってるんで、これは確定期限です。で、二つ目の例。B のお父さんが死んだ時に引き渡すよと。これは不確定期限って言います。で、不確定期限ってどんな期限なのかっていうと、必ず到来するんだけれども、その到来する時期がいつかわからないよと。これ不確定期限だと。いわゆる B さん、B さんのお父さんっていつ死ぬかわからないじゃないですか。もしかしたら明日事故で死ぬかもしれないし、もしかしたら10年後かもしれないし、20年生きるかもしれない。でもいつかは死にますよね。こういったいつかかわからないけども必ず到来しますよっていう、そういう期限ですね。これは不確定期限って言います。で、三つ目。もうそもそも、この、引き渡す時期を決めてないと。期限の定めのない契約と。この三つに関して、今回は一つ一つ、消滅事項と履行地帯、この起算点をお話ししていきます。でも、初めにも言っちゃうんですけども、もうここをいきなりこう、覚え方はしませんので。で、何が重要か。ここから一つ目、ポイントいきますね。付加情報、これをつけて覚えちゃうよと。今回はどういった情報かというと、この消滅事項の起算点ってそもそも何なのかと、いつからなのか、こっちを覚えるんじゃなくて、ここを覚えてくださいよと言います。債権者 B が権利行使できるとき、今回債権者 B、 この人ですね、 B さん、今回は、私が B さん役になります。で、私が B さんで、A さんいますよね。 B さんはこの土地を引き渡してと言える権利がありますよね。だから債権者ですよね。この債権者が権利行使できる、権利行使っていうのは引き渡してってこう言えるんですね。これ言うことを権利行使って言います。この時がいつからなのかと、はじめに、5月1日に渡しますよっていう契約をした場合、確定期限をつけて契約をした場合は、もちろん B さん、私は5月1日になればA さんに対して土地くださいよ、引き渡してくださいよって言えますよね。権利行使できますよね。つまり5月1日に引き渡してくださいって言えます。言い換えると5月1日期限到来、期限ですよね、期限が来た時に言えるんで、この時から消滅事項は開始しますよと。わかりますか。権利行使できるんです。次 B さんいきます、B さんじゃないや、2番いきますね。2番、 B のお父さんが死んだ時、つまり僕のお父さんが死んだ時に引き渡すよっていう契約だったとすれば、死んだら引き渡してくださいって言えますよね。つまりこの時から消滅事項は開始するわけです。
つまり死んだ時からですよ。 B 僕のお父さんが、 B さんのお父さんが死んだ時から消滅時効は開始します。で3番目、時期を決めてないと、期限の定めをしてない。そもそも A さんあげるって言うけども、いつか決めてない時は、僕は A さんに対して、いや昨日まあ1ヶ月前でいいや、1ヶ月前契約したけどもちょっと早くくださいよって言うことはいつでも基本的にはできるんですよ。つまりいつでもできるっていうことは、債権成立した時、言い換えると契約した時から引き渡してくださいって言えるわけなんですね。時期決めてないからです。でここまでが消滅時効の起算点についてです。ここを覚えちゃえば、ここのこれを具体的にもうイメージとして覚えちゃうと導けちゃうってことですね。これがポイントです。これちゃんときっちりイメージしてくださいね。僕 B さんだったんですよ。もし試験でパッて出た時に、あ B さん、あ権利者だったな、 B さん、ああの先生がやってたな、 B さんやってたな、 B さん役やってたな、引き渡ししてくれよってなんか言ってたなって、これをイメージするのがすごく重要なんですね。なので問題が出てきた時にこの動画をイメージしてください。この図、まあ、ちっちゃいんですけども、まあ、自分で書き換えてみてもいいですけども、図をイメージしてください。で権利者はこっちだったなとか、それをもう絵として覚えちゃうと。で次いきます。次履行地帯。履行地帯については、そもそも履行地帯って何だかって債務不履行の一種ですよね。つまり約束したけども約束を守らない時ですよ。約束守らない時、これは履行地帯なんですけども、これいつからじゃあ履行地帯になるのか、もちろん約束破った時なんですけども、具体的に言うと履行地帯の場合、非難されるべき時なんですね。債務者 A さんが非難されるべき時なんです。 B さんから非難されるべき時、具体的に言います。確定期限の場合5月1日、5月1日に引き渡すよって言ったんだから、 B さんとしては5月1日に引き渡せよ、なんで引き渡しくんないんだってこう非難できるわけですよね。つまりこれは債権確定時、いや債権はすいません、期限の到来時です。この5月1日になったら、履行地帯は開始します。まあ、これはまあ、まあ、そのままなんでいいと思います。で次、 B さんが死んだらっていう話なんですけども、 B さん死んだ時、A さんってそもそも B さんのお父さんがいつ死ぬかなんか分かんないし、もし今日今事故にあったと、お父さんが僕の、まあ、B さんのね、僕のお父さんが事故にあったと、でも A さんはそんなすぐ知れるわけないんですよね。まあ、身内であれば知ってると思います、まあ、すぐ知ると思うんですけども、もし全然離れたところにいて別に知り合いでもないと、知り合いでないってことはないか、まあ、契約をしてるから、ただまあ遠い方だったとしたら、いきなり知れるわけはないんですよ。で、そういった方に対していきなり非難するのは、それはちょっと酷ですよね。なので、A さんが知った時から非難できるわけなんです。僕のお父さん死んだってもう分かってるでしょと。A さん、あなたは分かってるでしょって。昨日連絡したよねって。おそらく知ってると思います。その時から、履行地帯は開始しますよと。まあ、知った時って書いてあるんですけども、この、期限到来、これを知った時です。これ省略してます。次いきます。期限の定めがない契約、先ほど言ったように、いつでも、請求できるわけですよ。期限定めていない以上、つまり非難されるべきっていうのは、請求をした時、引き渡してって言った時から履行地帯は開始しますよっていうところですね。これも債務者が非難されるべき時がいつなのかなと、こういうのを考えれば、ね、おのずと結果は出てきます。答えが出てきます。もちろんこれを全く覚えるなとは言わないんですけども、優先順位からするとこっちの付加情報を覚えるのが先ですね。こっちを覚えることによってこういったものがより頭に定着していきます。なんで覚える優先順位はこっちじゃなくてこっちですよと。大丈夫ですか。で、例外があるんで例外についてお話しします。今回履行地帯の時、まあ、期限の定めがない契約で履行地帯なのは請求時って言ってるんですけども、金銭消費貸借契約、まあ、俗に言う金消契約って言うんですけども、お金の貸し借りの契約ですね。お金の貸し借りの契約は請求した時にいきなり、履行地帯になるのかというとそうじゃないです。
相当期間、相当期間を定めて請求して、で、その相当期間、相当期間内に返済がなかった時から離行遅滞が発生する。ちょっとこれ書けなかったんですけども、ちょっと調べてみてください。で、テキストとか載ってますんで。で、これは何なのかっていうと、そもそも債務者がこれまだ非難されるべき時から離行遅滞が発生するわけじゃないですか。で、例えばなんですよ。まあ、権利者が B って言ってるんで、B さんが A さんにお金貸しましたと。500万円貸しました。で、500万貸したけれども、その時に、時期を決めてなかったと。いつ返してっていうふうに決めてなかった。じゃあ決めてなかったら、請求した時にすぐ、返してもらえるのかって話なんですけども、500万円、じゃあ昨日貸したと。じゃあ次の日返してください。これは A さん、ちょっと酷ですよね。いや、昨日、確かに返済時期は決めてないけども、昨日借りたばっかりいきなり返せっていうのはちょっとひどくないですかと。そうですよね。それひどいですよ。つまりまだそれは非難されるべき時ではない。いつからなのか、それは相当期間が経過した時からなんですね。基本的には。で、相当期間でじゃあ何なのかと。どんくらいの期間なのか。宅建レベルで言うと、これはそこまでは覚えなくて別に構いません。まあ、大体2週間くらいって言われてるんですけれども、1週間か2週間と、まあ、言われてるんですけれども、そこまでは覚える必要はありません。とりあえず、金商契約、お金の貸し借りの契約、金銭消費貸借契約の場合は、相当期間を定めて請求すると、催告すると。で、その間に履行されなかった場合、そこから履行遅滞ですよと。これを覚えておいてください。で、言い換えるとここもそうですよね。消滅事項っていうのも、債権者が権利行使できる時なんですけど、権利行使できるのは基本的には、相当期間が経過した後です。つまり、ここも、金商契約の場合、金商契約で、期限の定めがない場合、お金の貸し借りで期限の定めがない場合は、相当期間経過した時から消滅事項が開始するよ。ってことです。で、さらに今回は、このつなげて覚えるっていうものを一つ実践します。今回この話ですね。今回具体例挙げたんですけども、贈与契約。贈与契約でのポイントって重要なとこあったと思います。どうですか？覚えてますか？贈与契約で重要なとこっていうのは、口頭での契約だと撤回できちゃうってことです。これ一つ目。ただし、履行した部分については撤回できませんよっていう話ですね。どういったことかっていうと、今回土地一つなんですけども、もしね、これ土地二つ、これあげますよって言いましたと。口頭で約束したんです。僕 B さんでしたよね。で、僕が A さんから二つ、この二つ土地があって、二つもらう約束しました。で、一つだけもらいましたと。もう完全に、登記の移転登記も終わって、もう引き渡しも受けましたと。こうなってくると、一つこう渡しちゃって、履行しちゃうと、もうこの分については撤回できません。っていうのが、正し書きとして重要です。口頭の契約は撤回で、口頭の贈与契約、撤回できますよ。ただし、履行した分については、撤回できませんよ。これ二ついきましたね。で、次、書面で契約した場合は、そもそももう撤回できませんよと。この3つですね。これは贈与契約の付加情報じゃない、つなげて覚える、一緒に今回覚えちゃってくださいという話です。で、今回は、まあ、できればなんですけども、この履行自体は債務不履行なんで、債務不履行は3種類ありますよね。3種類あって、まあ、不完全履行だと、履行不能かありますと、まあ、不完全履行はあんま出ないんで、履行不能、この履行不能でつなげて覚えるってなると、危険負担の問題があったと思います。で、危険負担もよく出題される分野ですよね。これも一緒に覚えるっていうのがいいんですけども、ちょっと今回は、まあ、それやっちゃうとまたこれ消してやんなきゃいけなくて時間かかっちゃうんで、今回はそれは置いときます。で、何が言いたいかっていうと、今回ここでご説明した内容、つなげる、イメージ化する、さらにイメージ化する、つなげる、付加情報を入れると、この3つやったと思うんですけども、これをやることで効率的に、まあ、記憶できますよ、勉強できますよと。
で、実際試験になってくると、試験問題見てもらうと分かるんですけども、こういった具体的な問題が、まあ、上に一つありますと。で、そこから選択肢がどんどんこうやって1、2、3、4ってあるんですけども、この選択肢が複合問題になっていて、例えばこの問題だったら、ここから贈与契約の問題が出たりとか、ここから履行不能の危険負担の問題が出てきたりとか、今回ここから消滅事故の問題が出てきたりとか、ここから履行地帯の問題が出てきたりとか、これ広がっていくんですね。これ複合問題って言うんですけども、この問題が出ると意外と多くの方が正解率がガクンと下がっちゃうと。それなぜかっていうと、一つ一つの問題を単品で覚えてるからそうなっちゃうんですね。で、合格する方っていうのは頭の中で、こうなんていうのかな、芋づる式ってよく言いますよね。一つ引っ張ってくると、そこからいろんな情報がこう引っ張り出せる状況なんですけども、こういった頭の構造になってます。頭の構造というか、記憶のこの構造というのかな、になってるんですね。つまり今回私も話した通り、もともとはこの消滅事項と履行地帯のこの起算点の話しかするつもりなかったんですけども、話していく中で、あ、そういや贈与契約だと、あ、この贈与契約の重要なとこあったらこれも伝えないとなとか、あ、履行地帯、あ、これあったな、履行不能つなげて覚えると、まあ、危険負担までいけんなって、また今これまた思いついたのがある、死んだらって言ったじゃないですか、初めにこの 2番目のこの例ですよね。死んだら、これまた死因贈与とかの問題でもいけますよね。で、さらに死因贈与とつながっていくのは遺贈ですよね。またこの違いもあるじゃないですか。で、遺贈ってなってくるとまた遺言までいけますよね。で、このようにどん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 こう、なんていうかな、頭の中が芋づる式でこうつながっていく、別の言い方で言うと、こうウェブ上にこうなっていく。で、こういったことが、まあ、できてくると、すごく一つなんか覚えるにしても、そこの芋にこうくっつけていくだけなんですよ。ウェブもこういろんなウェブがあって、自分の中でこう気づいている中の一つのことを当てはめるだけなんですよ。つなげてこうって、マインドマップみたいな感じですね。マインドマップご存知の方は分かると思うんですけども、そういったイメージです。で、そういったふうにすると非常に効率的に勉強できるんで、まあ実際、まあ、独学でやられている方はできるだけこうつなげて覚えるようにしていってください。まあ、イメージして覚える、つなげて覚える、付加情報をつけるですね。これを実践していっていただければと思います。で、今回こういったこれやったんですけども、もし、あ、面白いな、このやり方ぜひ学びたいなって思ってくださった方がいらっしゃいましたら、まあ、ホームページの一番上の部分ですねをクリックしていただけると、宅建の通信講座の具体的な内容出てきますんで、そこから、まあ、ぜひ見ていただければと思います。以上です。